はい、えー。今回は Cinema 4D Studio でこんな感じの 3D オブジェクトをバラバラにするアニメーションの作り方をご紹介していきます。まず 3D オブジェクト、文字を作成します。今回はモーグラフを中心に使っていきますのでテキストもモーテキストを使用します。モーグラフ、モーテキストを選択。これだけで 3D の文字が配置されます。モーテキストを選択して、まずオブジェクト、文字を打ち替えます。 そして、中央揃え。こんな感じですね。簡単にマテリアルを作っておきます。ダブルクリック。ダブルクリック。色を入れておきます。そして、マテリアルを適用。こんな感じですね。文字を設定していきます。もうテキストを選択して、まず奥行き増やしておきます。 次にカーニングですね。間隔を調整します。これで 3D のオブジェクトができました。このオブジェクトをバラバラにするためのポリゴンの分割を作っていきます。表示に線を入れます。グーローシェーディング線 これが今デフォルトで分割された状態となります。これを細分化していきます。まずオブジェクト、細分化の数値を上げると、縦の分割が増えます。こんな感じですね。保管方法。細分化。こんな感じですね。 ここの数値で分割具合を変えることができます。次にキャップ。3D らしくキャップとフィレットに変えておきます。前と後ろですね。面取り。これの分割数も調整します。分割数2。するとここの H の分割数が変わります。 後ろも2、2タイプ、三角ポリゴン。すると、正面を分割することができます。さらに正方形分割にチェックを入れて、幅を調整すると、分割具合が変わります。これで細かくポリゴン分割することができました。 ではここから実際にバラバラにしていきます。モーグラフ、ポリエフェクスを選択します。そしてこのポリエフェクスをモーテキストに適用します。ドラッグして下に追加。そしてこのポリエフェクスを選択した状態でモーグラフ、エフェクター、ランダムを追加します。こんな感じでポリゴンをバラバラにすることができました。このポリゴンのバラバラ具合は 先ほど、ポリゴン分割した状態で分裂していますので、このバラバラ具合を変えたい場合は、モうテキストの細分化ですね。いろいろ変えていくと変えることができます。四角ポリゴンに変えてみたり、正方形分割をやめてみたり、といった感じですね。 数値を上げます。こんな感じですね。こんな感じでバラバラにすることができます。では次にアニメーションを作っていきます。ランダム、減衰から、この、線形フィールドを選択します。これがこのランダムのエフェクトの適用範囲となります。線形フィールドは、 このフィールドの右側、ここだけがエフェクトが適用されるというふうになります。左側がエフェクトが適用されないといった形ですね。ですのでこれを移動すると、エフェクトがかかっていない、かかっているという形になります。そしてこのフィールドの幅を変えることで影響の範囲ですね、を変えることができます。 そして、この線形フィールド、種類があって今 X プラスとなっています。X マイナスにすると、影響の範囲が逆側になります。Y プラスにすると、縦ですね。Y マイナスでは、下から。Z にすると、 この影響の範囲が前後ですね。という風うになります。今回は X、X プラスを使用して、左側の T の文字から形になっていくようにしますので、まず、文字の左側に移動します。この状態で、線形フィールドを記録します。記録。そして、時間を進めて、 今回は150フレームでアニメーションを作りますので、150と伸ばして、130フレームで移動すると。そして記録。すると、こんな感じですね。バラバラのパーツが集まって文字になるというアニメーションができました。 次に、このバラバラの広がる範囲を設定していきます。ランダム。パラメータ。すると、この1の項目。各 XYZ50 となっているのですが、これが今の状態となります。ですので、もっと広げたい場合は、例えば、1000、1000、とすると、縦横前後に広がるようになります。 こんな感じですね。表示の線をオフにしておきます。次に、この集まってくるときの動きの強さを設定します。ランダム、減衰、リマップを開きます。一番下から、カーブを選択します。すると下にカーブが追加されて、この動きの滑らかさを設定することができます。 カーブを調整しますこんな感じですねここをいじることでこんな感じで集まる力を調整することができます 最後少し柔らかくしておきます。 こんな感じですね。これで基本的な動きができました。ただ、この状態ですと最初、何もない時に破片が動いていないのが寂しいので、もう一つエフェクトを適用します。ポリ FX を選択して、モーグラフ、エフェクター、タイムを追加します。そしてタイムを選択します。パラメーター。 このエフェクトは設定した項目を時間でずっと動かし続けるエフェクトとなります。標準では角度だけ入っているのですが、例えば、角度すべて90。さらに1もオンにして、1をすべて50、50、50とします。この時間ずっと、今設定した数値で動き続けるようになります。アップの方が見やすいですね。 こんな感じですね。オフすると、もともと動いていないのですが、オンにすると、何もなくても、設定した数値で動き続けるという感じですね。そしてずっと動き続けているのでバラバラになっているので、このタイムのエフェクトの適用範囲も設定します。 タイム。減衰。このエフェクトの適用範囲はランダムと同じものでいいのでランダムの線形フィールドを持ってきて設定します。するとエフェクトが適用される範囲がこのランダムが適用されているバラバラの状態ですね。この部分だけにタイムが適用されるのでこの状態の時はずっと動き続けて ランダムの影響を受けなくなった部分はタイムの影響も受けないといった形となります。こんな感じですね。これでバラバラの動きが完成しました。あとはもう最後にカメラとライトを配置していきます。カメラを配置。カメラをオン。角度を0に設定 そして130フレームでこの位置を記録して0秒の時に位置を変えます。一度ポリ FX をオフにします。まざっとこれぐらいの位置でカメラを記録。 もう少し移動しておきます記録そしてライトも配置しますカメラをオフにしてアングルを変えて上から少し当てます影もオンエリアですね そしてカメラをオン。プレビューします。こんな感じですね。ポリエフェックスをオンにします。すると、こんな感じですね。これで完成です。こんな感じで 3D オブジェクトをバラバラにしてアニメーションを作ることができます。今回は以上です。またお会いしましょう。